はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RY です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はロレックスマラソンに疲れた方へその1ということで、デイトナよりも安く手に入りもっと刺さるかもしれない時計5000というテーマについて話していこうと思います。今日の内容はロレックスのデイトナとはどんな時計なのかについて簡単におさらいして、続いてデイトナよりも安く手に入るのにもっと刺さるかもしれない時計5000を発表していこうと思います。これは定価でのデイトナです。そして最後にまとめというふうになっています。ロレックスのデイトナとはなんですけども、ロレックスはですね、大きく分けて2つの分類がされるんですよね。1つはクラシックモデルといってドレッシーでフォーマルシーンが中心の時計群、そしてもう1つはプロフェッショナルモデルといって堅牢でカジュアルシーンが中心のモデルになっています。でデイトナはですね、こちらのプロフェッショナルモデルに属しているんですね。でその中でもロレックスの中で唯一のクロノグラフという立ち位置になっています。ロレックスの中でもですね、一番人気と言っても過言ではないほどなんですよね。まさにキングオブロレックスと言えるんではないかと思います。でロレックスのデイトナなんですけども、スペックはですねこのようになっていて、定価が145万円のところ、なんと並行価格は433万円ということで大高騰しているんですね。で特にですね、私が思うのは美しい外観がやっぱり魅力的な時計なんではないかなと思います。通常ですね、こういったスペックの高い時計、ともなるとですね、やっぱりこうゴツゴツとしたり大きくなったり、そういった時計が多いんですけども、非常にですね絶妙なサイズと堅牢性を非常にバランスよく両立していて、なおかつ美しい外観を保っているというのが大きな特徴かなと思います。近年ですね、やっぱりこう時計界では大型化のトレンドが強いですので、その中ですねケース直径が 40mm、 そして厚さが 12.5mm というサイズ感をキープし続けてくれている、それはですね、非常に素晴らしいことだというふうに思いますね。しかもですね、ロレックスクオリティなんですけども、日差がプラスマイナス2秒以内ということで、時計界の中でもトップクラスの精度の高さを持っている時計になってるんですね。そして資産価値が高いというのも周知の事実だというふうに思います。というところで、総合力がですね非常に高い時計だというふうに思うんですよね。ただですね、いかんせん買えないんですよね。正規店では並んでも並んでも探しても探しても買えないという声を多く聞きますし、かといって並行価格は高すぎる、それを払ってでも買いたいというほどではないみたいな、そういった声が大多数だというふうに思うんですよね。そういった時計になっています。ちなみにロレックスデイトナのですね、歴史とかより詳しいお話っていうのは、過去のですねこちらクロノグラフベスト5という動画でお話ししているので、気になる方はぜひ概要欄から覗いてみてください。以前こちらの動画でですね、並行のデイトナを買うのであればこちらの時計はどうでしょうといったですね動画を出させていただきました。でその時はですね、並行価格のデイトナを意識していたんですね。なので、並べた時計っていうのは、例えばランゲ&ゾーネのランゲは447万円とか、オーバーシーズ400万超えとかですね、パルミジャーニフルリエネトンタグラフ GT とかですね、前回の動画は並行のデイトナの価格をターゲットにしていました。そして並べたモデルっていうのはですね、ドレスウォッチが入っていたり、デュアルタイムが入っていたりとかですね、クロノグラフに限定していなかったんですね。なので今回は正規の価格のデイトナ145万円をターゲットにしていて、それよりも安い価格でなおかつクロノグラフに絞って5本選んでおりますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。というところで、ロレックスマラソンに疲れた方へデイトナよりも安く手に入りもっと刺さるかもしれない時計5000発表していこうと思います。1本目、ゼニスクロノマスタースポーツ。はい、スペックはこのようになっていて、特にですねデイトナよりもいいんではないかなというストロングポイントをですね、個人的に3つピックアップしてお話ししようと思います。1つ目はですね、世界最高と名高い自動巻きクロノグラフの改良ムーブメントを積んでいるということです。このですねムーブメントはエルプリメロというムーブメントなんですね。時計好きの方であれば1回は聞いたことであるであろう、非常に傑作のムーブメントというふうになっています。でこのエルプリメロはですね、1969年に世界初の
自動巻きクロノグラフの一本として誕生したんですね。なんとですね、10振動というですねハイビートムーブメントだったんですよね。時計のムーブメントはですね、この振動数を上げれば上げるほど、非常にこう精度が高くなりやすいということで各社目指していたんですけども、なかなかですね技術的に難しかったんですよね。それをですね、なんと世界初の自動巻きクロノグラフでハイビートを実現してきた、これはですね非常にすごかったわけなんですね。ただですね、そのエルプリミラもですね、一度はなんと休眠してしまうんですよね。それなんでかっていうとですね、同じく1969年に今度はですね、日本のセイコーからクォーツムーブメントを積んだアストロンという時計が誕生したんですね。これはですね、もう時計業界を180度ひっくり返してしまうかのような、大発明だったわけですね。これによりですね、時計っていうのは正確で安くて大量生産できて、しかも軽くて強いというですね、もう機械式時計の完全に上位互換として誕生したわけです、その時は。というところで、スイスのですね、伝統的な時計産業というのは、もうあれよあれよとですね、倒産していったり、人々は解雇に追いやられたりとかですね、瀕死の状態にまで追いやられたわけです。これをですね、業界ではクォーツショック、あるいはですね、クォーツクライシスというふうに呼んだりするんですけども、このゼニスのですね、エルプリメロもまさにそのクォーツショックの波を受けてしまうわけですね。当時のですねゼニスはアメリカの企業に買収されて、そのオーナー企業からですね、時代はもうクォーツだということで、機械式時計はもう流行らないから資料とか全部捨てろと命令が下されたわけですね。ところがですね、ゼニスの技術者の一人シャルル・ベルモ氏はですね、経営陣に説得を試みたわけなんですね。いずれはですね、機械式時計の良さが見直されて、必ず機械式時計が復権することになる。だから時計の資料っていうのは必要なんだということをですね、直訴しに行くわけなんですけども、それはですね、あっさりと断られてしまうわけなんですね。で、それで彼どうしたかっていうとですね、その資料と、そして機械式時計を作るための機材をですね、屋根裏部屋にですね、隠したんですよね。これすごくないですか？日本のサラリーマンから考えたらなかなかできない、考えられない行動だというふうに思います。ところがですね、彼のですね予見した通りですね、1980年代になると徐々にですね機械式時計の良さっていうのが見直されて、いろんなブランドがですね立ち上がり始めたわけなんですね。そこでですね、ゼニスももう一度機械式時計をという話になったんですけども、資料はですね完全に捨てられていたはずだったわけですね。経営陣がですね頭を抱えていたところでですね、シャルル・ベルモ氏がですね資料とかを持ってきたわけですね。彼のですねあの時の英断がこのゼニスを救ったわけなんですね。それどころかですね、もはやですね時計界、そして世界中の時計ファンを救ったと言っても過言ではないというふうに思うんですよね。そんなですね伝説的な復活劇、そういった逸話、ストーリーを持ったムーブメントを積んでいるのがこのクロノマスタースポーツになっています。このモデルがですね誕生した当初からのこのインダイヤルが3色に分かれている、これもですね非常にアイコニックでいいですよね。この3つがですねデイトナよりも抜きん出ているとこなんではないかなというふうに思います。気になるところとしてはですね、非タキメーターということなんですけども、ベゼルにですねこのように1から10までメモリが振ってあるんですね。これ何かっていうと、ストップウォッチボタンを押すとですね10秒で1周するということで、10分の1秒まで計測できますよという、そういったベゼルになってるんですね。これっていうのは非常に珍しい仕様になっています。通常ですねクロノグラフというとベゼルにはですね、だいたい500とか400とか、そういった大きな数字が書いてあって、それはですね車とかバイクとかの移動物体の平均時速を測るためのベゼルになってるんですよね。ところがですねこのクロノマスタースポーツはまさにですねこの3万6000振動、1秒間に10振動する、その特性を誇るかのようなベゼルになっているわけですね。どうだ他のブランドにはできないだろうと、そういったことをですね物語っているベゼルになっているんではないかなというふうに思いますね。なので平均時速を測りたいよという方に関してはこのクロノマスタースポーツ使いにくいかなというふうに思うんですけども、逆にですねそこに燃えると、素晴らしいと感じる方はですねぜひこのクロノマスタースポーツいいんではないかなと思いますね。続いて2本目、チューダーブラックベイクロノ、はい、スペックはこのようになっています。
で、ストロングポイント3つはですね、まず1つ目はヴィンテージライクな雰囲気ですよね。やっぱりデイトナはですね、非常にこう高級感のある仕様ですので、それに相反するこのヴィンテージライクな雰囲気、武骨なこうくすんだといいますか、ムーディーな時計っていうのは、兄弟ブランドであっても違う路線を進んでいていいなというふうに思います。特にですね、アメカジとか、古着とかそういうのにはデイトナよりもこっちの方が似合いやすいんではないかなというふうに僕は思ってしまいますね。さらにですね、この特徴的なレザーブレスレットとかファブリックブレスレットなんかもですね、選べますので、さらに似合いやすくなるというふうに思います。それから 200m 防水っていうのも非常に心強いですよね。デイトナは 100m 防水ですので、それよりも高スペックというふうになっています。それからですね、この価格帯で非常に珍しいプレネがついているんですよね。定価が56万4000円なんですけども、並行価格は76万9000円ということで、ものすごいプレネがついています。これっていうのは非常に珍しいというふうに思います。人気の高さが伺えますよね。で、気になるところとしては、やっぱりですね、このブレスレットのクオリティっていうのはやっぱりデイトナに比べると、まあどうしても一歩劣ってしまうところはあるのかなというようなところが正直なところです。まあそれはですね、価格はそもそも3分の1なので、それはもう言ってもしょうがないところかなというふうに思います。逆にですね、それ以外に見劣りすると言いますか、気になるところっていうのは見当たらなかったんですよね。まあ、それぐらいですね、完成度の高い時計だというふうに思います。腕時計のある人生とはですね、こんな感じで腕時計のことをとにかく分かりやすく話そうというチャンネルです。そして独自の企画をやったりとかですね、なるべくこういろんな視点で時計を見ていこうというチャンネルですので、時計好きの方はもちろん、時計を好きでないとか時計の魅力ってどこなんだろうと分かりかねてる方もですね、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて3本目、オメガスピードマスターキャリバー3861です。はい、スペックはこのようになっています。ストロングポイントはですね、やはり人類史に残る偉業の一員だということですよね。このオメガのスピードマスターはムーンウォッチといって、 NASA のアポロ計画でですね、人類初めての月面着陸に帯同された腕時計としても非常に有名なんですよね。それから究極の対時性ということで、これはですね、マスタークロノメーターという認定を取っています。で、これはですね、本当にこう時計界の中でも非常に厳しい検査なんですけども、その中の一つに対時性の試験っていうのがあるんですよね。で、どれぐらい強いかっていうとですね、1万5000ガウスというふうになっています。1万5000ガウスってどれぐらいということで、非常に分かりにくいと思うんですけども、例えばロレックスのミルガウスというですね、対時性を謳った時計はですね、1000ガウスなんですよね。それの15倍です。どれだけ強いのということで驚く方も多いというふうに思います。なんとですね、 MRI に入れても壊れないほどというふうに言われています。非常にですね、この電子機器の多い現代においては、非常にこう心強いスペックというふうになっています。これはですね、デイトナの追随を許さないスペックですよね。それから手巻き式クロノグラフで、なおかつ裏付けでそのムーブメントを鑑賞できるっていうのも非常にいいところだと思います。やっぱりですね、現代はどうしても自動巻きクロノグラフっていうのが非常に多いんですよね。なので手巻き式のクロノグラフっていうのは、なかなか数が少ないなというふうに思います。非常に貴重な一本だと思いますし、じゃあなんで手巻きクロノグラフだかっていうとですね、それはですね、 NASA のアポロ計画当時ですね、自動巻きクロノグラフっていうのは中のローターが回転しないといけないから、宇宙の無重力空間では使えないと考えられていたっていうことが元にあるんですよね。なので宇宙飛行士は手巻き式のクロノグラフを持っていたわけです。まあ、そんなですね、手巻き式クロノグラフの背景っていうのも非常に面白いなと思いますよね。まあ、まさにですね、ロマンあふれる一本だと思います。で、気になるところとしては、まあ、外装の高級感だというふうに思うんですよね。デイトナとこのスピードマスターの誕生年はですね、1963年と1957年ということで、ほぼほぼ同じ年代なわけですよね。で、発売当初っていうのは、まあ、結構どちらも似たような雰囲気ではあったというふうに思うんですけども、それからですね、世代を重ねるにつれてデイトナはですね、どんどんとこう高級感のある見た目、
を追求していった形になっています。一方ですね、オメガのスピードマスターはよりオリジナルの雰囲気を残すと、そういった道を選んだわけですよね。といったところで、決してですね、どっちがいい悪いというわけではないんですけども、それぞれのブランドの思考の違いだと思います。高級感を目指したデイトナに対して、よりツール感、そして当時の雰囲気を残したオメガ、まあ、どちらを取るかということだと思います。まあ、なので高級感が欲しいといった方にとってはデイトナがいいと思いますし、よりツール感、そして当時のオリジナルの雰囲気を楽しみたいといった方についてはスピードマスターがいいのかなというふうに思います。続いて4本目、タグホイヤーカレラ。はい、スペックはこのようになっています。で、ストロングポイント一つ目はですね、やっぱりモータースポーツといえばホイヤーだよねといった方も多いんではないかなというふうに思います。まあ、例えばですね、この F1 フォーミュラー1のスポンサーを務めていたりとかですね、有名なですね、アイルトン・セナの腕時計がホイヤーだったとか、栄光のル・マンのですね、スティーブ・マックイーンつけていた時計がホイヤーだったとか、といったところで、モータースポーツといえばロレックスというよりも、モータースポーツといえばタグホイヤーというですね、認識が多いんではないかなというふうに思います。まあ、なのでクロノグラフはですね、モータースポーツと非常に関係が深い時計ですので、そういった意味においてはデイトナよりもこちらのタグホイヤー、彼らの方がよりモータースポーツらしいといいますか、そういった感じがするんではないかなと思います。それからですね、まあ、なんといってもこのルックスがめちゃくちゃかっこいいですよね。オールブラックアウトされたケース、ベゼル、ベルトにですね、スケルトンの文字盤、そして赤の差し色の針とかですね、これもうね、めちゃくちゃ男心をくすぐるメカニカルで、そしてモータースポーツを彷彿とさせるデザインだと思いますよね。まあ、やっぱりね、車のタイヤとか車のメカメカしさ、そしてスピードメーターとかを思い起こさせるようなデザインだというふうに思います。めちゃくちゃかっこいいですよね。それからパワーリザーブがですね、80時間っていうのは、これは驚きだというふうに思います。デイトナも72時間ということですごい長いんですけども、それを上回るパワーリザーブ、これは素晴らしいと思いますね。で、一方で気になるところとしては、やっぱり大きさと厚さなんですよね。デイトナが 40mm なのに対して、こちらのモデルは 43mm、 そして厚さが 17mm ということで、非常に分厚く大きくなっているわけですね。まあ、そこが気になる方にとっては気になるかなというふうに思います。そして最後5本目、ブライトリングクロノマット B0142 です。はい、スペックはこのようになっていて、ストロングポイントはですね、やっぱりクロノグラフ史に残る権威性だと思いますよね。クロノグラフといえばですね、このプッシュボタン方式だというふうに思うんですけども、この独立したプッシュボタン方式を初めて時計界で誕生させたのがブライトリングというふうに言われています。1915年のことですよね。まあ、その当時からですね、ブライトリングっていうのはクロノグラフの先駆けであったということがわかります。そして1969年に世界初の自動巻きクロノグラフを発表した一社、それがですね、ブライトリングなんですよね。といったところで、やっぱりクロノグラフ史においてブライトリングっていうのは燦然と輝くものを持っているというふうに思います。それからですね、この時計はマルチパーパスウォッチといってですね、万能性が非常に高くなってるんですよね。クロノグラフでありながら 200m 防水を備えていますし、ベゼルはですね、なんとダイバーズウォッチのような回転ベゼルを備えているんですよね。これは僕非常にいいなというふうに思います。やっぱりですね、経過時間を測るのってこのクロノグラフもいいんですけども、パッと見で分かりやすいのはこのベゼルだというふうに思うんですよね。まあ、なのでこの回転ベゼルがついているのは僕は使いやすくていいだろうなというふうに思いました。それからですね、この特徴的なルール・オブ・ブレスレットがめちゃくちゃね、特徴的でかっこいいですし、つけ心地がいいんですよね。というところで、この3つがですね、ストロングポイントだというふうに思います。一方で、まあ、気になるところというか違いはですね、背景は戦闘機だということです。これまで紹介してきた時計はですね、まあ、どちらかというとこうモータースポーツを中心に置いた時計群だったわけですけども、このクロノマットはですね、1983年にイタリア空軍のフレッチェトリコロールというですね、アクロバット飛行なんかをする空軍の戦闘機のために開発されたという背景があります。なので、今回登場した5本、そしてデイトナの中で唯一ですね、背景が戦闘機だと、空の分野だというところを見ていただけたらなというふうに思います。なのでモータースポーツよりも空が好きとか飛行機が好き、まあ、そんな方にはですね、非常に刺さるんではないかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。
というところで今回はデイトナよりも安くてもしかしたらもっと刺さるかもしれない時計ということで発表させていただきました。まあ、非常にですねデイトナ総合力が高い時計だというふうに思うんですけども、これらのですね5本はそれぞれですねこう個性があって突出した分野があると思うんですよね。ですのでこのデイトナマラソンに疲れたとかもう時間がもったいないなと感じ始めている方々はですねこういった時計に目を向けてみてもいいんではないかなという紹介でした。参考になれば嬉しいです。もしですねこの動画が良かったと思った方はですねぜひ高評価とチャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいです。もしですね評判が良かったら再生回数が多かったらですね続いてサブマリーナとか GMT マスター2とかですねいろいろとですね展開していきたいなというふうに思いますのでぜひよろしくお願いします。それではまたありがとうございました。